ミッドガル第7歩兵連隊到着いたしました。今度は間に合ったようだな。パレードがほどなく始まる。心残りはないだろうな。よし、では始める。はっ。準備はいいな。では始め。ミッドガル第7歩兵連隊、気をつけ！これから俺たちは世界中が注目する中行進することになる。そしてミッドガル市民の期待がかかっている。失敗は許されないだろう。しかし恐れることはない。隊長が先頭に立ち皆を引っ張ってくださる。我々は隊長を信じついて行けばいいのだ。ですよね隊長。ああ、最後に決めて。俺たちは優勝するためにここに来た。もちろん社長賞もいただく。それ以外にこのパレードのゴールはない。イエスサー。俺たちは誰にも負けない。イエスサー。俺たちは最強だ。イエスサー。そろそろ会場へ。エルジュノに行きましょう。はい。最近撃ったのはいつだ。5年前であります。今日の式典で撃て。しかしながら。バカ。この大砲の射撃演習は休止中です。ウータイとの停戦条件の一つですからな。構わん。時代が変わったことを教えてやれ。さすがは若、素晴らしい。ドンパチは気分が高揚しますからな。社長、そろそろお時間です。
ただいま、私はエルジュノンに来ております。ご覧ください、この人の数、そして熱気。皆ルーファース新社長の登場を今か今かと待ちわびています。続いてバイク部隊の登場です。見てください、あの華麗なドライビング。ここでルーファウス新社長の登場です。お聞きいただけますでしょうか、この歓声。おっと、どうしたのでしょう。発射準備完了。さあ、新時代の幕開けだ。いてやなんということでしょう。ジュノンのシンボルである魔光キャノン砲がなんと発射されました。で開催中のパレードも次が最後の舞台となります。ミッドガルの精鋭第7歩兵連隊の登場です。隊長は力強く宣言していました。ミッドガルの復興を後押しするため必ず社長賞を持ち帰ると。果たしてどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ミッドガル第7歩兵連隊にご注目ください。左向け、左、第一演武始め。彼らならもっとやれると思います。完全にシンクロしています。全ての動きにキレがありますね。始め。舞台の絆を感じます。これは伝説のパフォーマンスになりそうです。これは目が離せません。第7歩兵連隊による最初のパフォーマンスが終了しました。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。これは最高の滑り出しとなりました。隊員たちの気合の入った演舞に歓声が上がっています。これは次のパフォーマンスも楽しみですね。左向け、左、フォーメーションチェンジ。なかなかいいですね。最終演武始め。隊長の指示が伝わっていないようです。まだまだいけるはずです。軽やかな動きですね。
ずまずといったところです。素晴らしい演武です。ミッドガル第7歩兵連隊のセカンドパフォーマンスが終了しました。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。なんとか失敗なく乗り切りましたね。隊長の指示にも熱が入っていました。この調子なら最後は大爆発が期待できそうです。全体止まれ。第一演武始め。堅実な動きです。これはひどいですね。フォーメーションチェンジ。全く統率が取れていません。これは期待できそうですね。最終演武始め。ノーミスじゃないですか。完全に訓練不足ですね。全パフォーマンスが終了しました。すいません。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。ラストを飾ったミッドガル第7歩兵連隊は手堅くまとめてきましたね。この堅実なパフォーマンスをルーファウス社長がどのように評価するのか楽しみですね。果たして社長賞はどの部隊が手にするのか。注目の表彰式はこの後すぐです。はい、大丈夫です。監視には気づかれていません。奴らと話をする。お前はクロマントを追い。了解しました。休みは終わりだ。クロマントの追跡を再開する。さて諸君、ルーハウス新社長就任祝賀パレード、ご苦労であった。皆の情熱と忠誠心を目の当たりにして新社長も大変喜ばれている。それではこれより表彰式を執り行う。まずは総合部門より最優秀パフォーマンス賞を発表する。最優秀パフォーマンス賞は社長賞。指揮官前へ。アウチェ。この前以外には他の部隊に連絡する
社長賞を発表する。それでは若、どうぞ。私の父であるプレジデントはただの兵器開発会社でしかなかったシンナーを世界一の企業へと発展させ、皆に魔鋼という名の富をもたらした。そんな偉大な父にまずは感謝の意を表したい。この中継を見ている者の中には、新たな社長が私のような若造で不安に感じている者もいるだろう。しかし私は断言する。シンラカンパニーは永遠であると。我々は今多くの問題に直面している。世界は変わらなければならない。古い殻を乗り捨て勇気を持って進まなければならないのが今日がその第一歩となる。私が道を示そう。恐れずについてきてほしい。皆が約束の地にたどり着けるまで高潔で揺るぎない精神を持って責務を全うすることをここに誓う。さあ諸君、新たな世界を一緒に作ろうではないか。それでは社長賞を発表する。社長賞はミッドガル第7歩兵連隊。それではタイを代表し、そこの3名上がりたまえ。どうした？たった今ルーファス社長に指名された隊員たちが壇上へと上がっていきます。ケレキデンたちの力強いパフォーマンスを称え、ミッドガル第7歩兵連隊に社長賞を授与する。おめでとう。ルーファウス社長が隊員たちに耳合いの言葉をかけています。対する隊員たちは万感に思うでしょうか。この者たちと直接話をしたい。放送を止めてくれ。はい、さっさと動かんか。駆け巡っているのかもしれません。どうなってんだ。すまねえ、ちょっと通してくれ。待て、見ろ。おいおい、何する気だ。せっかくの晴れ舞台だ。メットを取ったらどうだ。クラウドストライフ、素晴らしいパフォーマンスだった。さすが慣れたものだ。
下がれ。しかし若、うん、クラウドストライフ、少々調べさせてもらった。なかなか興味深い経歴だ。気に入ったよ。そこでだ、私と取引をしないか。私はミッドガルの復興に集中しなければならない。市民の生活が元に戻らなければ、シンラは大いに信頼を失うことだろう。その事業に集中するために、面倒な雑事を切り離したいと考えている。どういうことだ？親父の代から引き継いだ負の遺産、本社ビルから奪われた古代種の奪回、奪われた研究素材の回収、そしてアバランチの逮捕と処罰、それらすべて私にとっては雑事だ。できることなら解放されたい。もう私たちを追わない、そう言ってるの？ああ、もっとも市民感情までは操作できない。しばらくミッドガルには近づくな。私ももういらない。シンラは変わる。取引だと言ったな。条件は？セフィロスを任せる。古きシンラが生み出したモンスター、過去の遺物、処分したいところだが、社内の調整が面倒だ。受けてもらえるかな？引き受けよう。手がかりはあるのか？クロマントの連中を追う。いい線だ。あの人たちは何なの？あれはセフィロスの、言ってみれば分身。追えばセフィロス本人にたどり着く。北条博士の仮説だ。ああ、ここから登れそう。